釣れた？早く釣れよ、早く釣れよ、早く。今来たとこ知ってんだよ、俺は3時間前からいるっていうのをずっと隠れて見てたんだから早く釣れよ、早く。これ今日ほらカメラ持ってんだから、カメラで釣れたとこさ撮るんだからさ、早く釣ってよ、はい、何釣ってんの？何、正直言ってみな。いや笑わないから。何、何釣ってんだよ？いや、バスですよ、バス。笑っちゃったよ。ごめん、笑っちゃったよ。なんでバス今釣るんで。バスですって、これお前、これお前ヘラの浮きじゃねえかよ、お前ヘラの浮きじゃねえかよ、これ。何がバスだよ、ヘラだろ。いや、バス、バスです。また笑っちゃったよ、悪いね。いや大丈夫です、こらえきれなくて。早く釣れよ、はい、当たった？当たりもない。あ、当たった、当たった、ほら当たった。あ、釣った。あなんだ今、今さ、バスだった？バスだ、ね、なんかバス色してたよな。今のバスですね。なあ、うん、早く釣れよ。あのバスバカだな、これ。ヘラの浮きの、ヘラの仕掛けに食ってきてんの。うわ、早く釣れ、早く早く早く。やれやれ、よっしゃあ。これで決まったよ、今日の、今回の日曜動画。ね。T さんの、ね、なんちゃってバス釣り。な、なんちゃってバス釣り。釣らなきゃ、この動画はボツだから。ボツだね。うん、ボツだよ、もちろん。頼むよ。よし、それではリベンジのキャスティング第2投目。おっしゃ、いいとこに入りました。絶妙なポイントだよ。あそこにいるんだよ、バスはね。あそこにしかいないから。お、釣った、釣った、やったやったよ。お、釣った釣った。おお、バスだ。やったよ、名人。ほら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 、来た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 。おお、おお、おめでとうございます。やったじゃん、ね、さっき笑っちゃってごめんね。はい、うん、ちゃんと釣れますんで。釣れるな。ヘラ浮き、いやヘラ浮きでも釣れたな。このバスバカだっても言えるけど、笑ってごめんね、ごめんね、本当にね。うん、お前も釣られて不運なやつだな。でもまあ我慢しろね。 T さんは一応食わないからな。うん、でもこれリリースできないからな、食うしかないから。やっぱり、いや、まあ、食うんですか。うん、いや、食うし、食うんですかっていう。 T さんが食うんで、俺が食うわけじゃない。俺は食わないよ、人の釣った魚なんて絶対食わないんだからさ、ね。ああ、まあ T さんに食われる運命のこのバス、どうなるかな。一匹釣ったからな、これで調子に乗って2匹3匹とね、行ってくださいよ。こう一応ドバミミズなんだ、使ってんだ、小さいけど。おお、本当だ、ね、取れたんだこの辺で、はい、なんかそのビニール袋が手にかぶってんのは何？触れない。さすが名人だよ、こんなちっこいミミズでも触れないとか言って、この人ビニール袋で。本当に釣り人かこいつ、大丈夫かな。臭いんですよね。いや、臭いって向こうも言ってるよ、ミミズも。君が臭いって、臭いとか言ってるよ、本当に。臭いし、針に刺されて痛いしとか言ってね、文句言ってんじゃねえよ。そうかい、まあしょうがねえな、人のやることは文句は言いませんって散々文句言ったのに文句言わないとか言っちゃうんだけど。早く釣れよ、はい、早く2匹目釣れよ、早く。はい、おお、ちょっとちょぼっちゃったけど、まあどこでもいいやね。
じゃあ私もね、バスがいるならちょっとこのドバミミズで、さっき30センチぐらい寝たからな、それを狙いたい。お、なんか持ってった持ってった、なんか持ってったぞ。空合わせ、うわー釣れた。まさか濁いじゃねえだろうな、まさか。おい濁いじゃねえだろうな。あ、バスだ、小バスだ。私にも釣れました、小バスが。ほらやったよ、小バスだよ。今季最初のバス、まあ最初のバスはね、このぐらいでちょうどいいだろうって感じで、肩慣らしって感じ。やったー、はーい釣れました。こんな小さい食い頃サイズのバスです。やりました。なんかいじってるか、いじってるような気もするな。でもバスじゃないような、うん、なんかね、ほら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 、なんだよいじってんの、濁いか。お、なんかが持ってってるぞ。せーの、空合わせ、釣れた、釣れたけどバスじゃないみたい。これはね、ギルか違うか、ギルだろ、バスか、小バスか。あ、小バスだ、小バスでした。また釣れちゃったよ、小バスが。ほら、まあ食い頃サイズだな、今日は。何して食おうかな、ね、塩焼きかな。また釣れた、釣れました。なんだ今度、なんだ、ああバスか、バスだ。またバスが、小バスが釣れました。ほらまただよ、またちっこいバス、3匹目です。やりました。お、なんか持ってった持ってった、空合わせ、わあ釣れた、釣れました。なんかガクガクして、なんだバスか。お、いい引きだよ、ほら見ろこれ、この引き、ガーッと引いてる。ほらなかなか出てこない。ん、あ、お前だ、出た。あー、いい引きだと思ったらこれだ、細長い、うわ細長いバスだよ。うわ、やったやった、やりました。そうかい、そういう時間かい。はい、それではね、納棺にしましょう。さよなら。はい、今回持ち帰った釣果はこのブラックバス3匹です。ちっこいね。一番大きいのでも、ほら、こういうふうに、まあ25センチかな。小さいやつはもう22センチぐらいですね。でもね、このぐらいのがね、食べた時にね、一番美味しいんだよね。臭くもないしね。それで、初物だから今日はこれを塩焼きで食べてみようと思います。塩焼きにするんだったらね、もうさばく道具はね、この調理バサミと鱗落とし。この2つがあれば大丈夫です。それではまず鱗落としを使って鱗を取り去りましょう。鱗が取れたら次はこの調理バサミを使って腹を裂いて、腹綿とエラを取り去ります。はい、これでほら、このように腹綿とエラがなくなりました。そうしたら始まっちゃうんだよ、例のやつがな。ここだよ、ここについてるほら、このなんか膜みたいなな。これまあ浮き袋の膜なんだけどね、この膜をだね、この調理バサミでね、こう裂くんだね。まあこのバスはね、小さいからね、多分ね、そんなについてないと思うけど、膜の付け根のここのところな、ここだよほら、ここ、ここのところ。ね？ここのところに、もうこれはね、ほんのちょっとしかついてないけど、線みたいにね、こう、油がついてるのね、このね、線みたいのは。これ、油なんだよ、白い線みたいの。これがね、まあ、臭いんだな。で、このバスはまあ、ちっちゃいからさ、大してついてないんだけど、もっとでかいバスだとね、いっぱいついててね、超臭いから、これは取らないとやばいよ。それで、塩焼きにするときの取り方は非常に簡単です。別に三枚におろすわけじゃないから、あばら骨も取り外さないからね。このようにね、鱗落としを使ってガリガリとね、こう引っかいてしまうとですね、油は簡単に落ちてしまいます。
今回のみたいにね、こう小さいバスはね、ほとんど油がついてないからね、なんか取れたか取れないかよくわかんないんだけど、でもね、一応ほら、この線みたいなやつはなくなったでしょ。これでもう臭いところは一切なくなりました。あとは塩振って焼きゃ出来上がりだな。まあね、一応気分出すために竹串ぐらいは打ってみますか。はい、できました。見てくれ、今日のもうまそうに焼けたぜ。いやー、本当にね、うまそうだこれね。まあ何はともあれ食ってみましょう。今年初めて連れてバスだからな、とにかく塩焼きでっていう感じで、このぐらいの大きさのバスはね、とにかくね、塩焼きでね、超うまですよ。全然臭くないからね。特にね、こう小さいバスっていうのは皮なんかもう全く臭くないですから、どんな料理にするにしても皮はね、取らなくて大丈夫ですよ。それでね、今日はね、これをかけていきましょう。これほら、タデ酢。これね、まだタデは河原には生えてないんですけど、これはうちで栽培したものです。早くもね、もう収穫できたんですよ。だからタデ酢を作りました。これをな、ここにダーッともうぶっかけちゃうか。こうやってな、ダーッとかけるぞ。ダーダー、うわーすごい、ぐわーかかりました。ほら、緑色になったよ。じゃあこいつのこの辺からいくか。それではここな、ここんとこ行きます。うん、これはね、実にうまい。全く臭くないよ。どころかものすごくうまいです。ちなみにね、このバスの味はというとですね、こう味を言葉で表すのはなかなか難しいんだけど、川の魚らしくはない味ですよ。どっちかというと海の魚みたい。あの川の魚にある特有のなんか泥臭さっていうんですか、あれがね、全くないです。とにかくね、こう淡白で、それでいてうまみがあるというね、バス特有の味って言ったらいいのかな、それともスズキに近いのかな。なんかね、とにかくね、この小さいバスっていうのは塩焼きで食うとね、超うまですよ。じゃあね、もうちょっと行きましょう。ここんとこな。では行きます。うん、これはね、おいちい。まあ言うしかねえだろって感じで言っちゃったんだけど、でもね、まあバスをね、どうしても食わなきゃいけないっていうもんじゃないんだろうけど、でも、バスなんかね、食えねえよなんて言ってる人多いけどね、実はね、美味しいんだよ。本当に美味しいよ。食ってみたことない人に限ってバスはまずいなんて言う人が多いんだよね。それとか食ってみても調理が下手くそな人はやっぱり美味しくはないかもしれないな。調理の腕次第だな。ということで、もうちょっと行くか。ここのとこな、ほら、ここ行きますよ。うん、とにかくね、これ上品な味ですよ。このぐらいの大きさのバスっていうのは非常に上品な味です。それではね、ここらでお酒といきますか。お酒とくれば冷たいビールでしょって感じで、ほら、今日は一番絞りだよ。それもね、これね、なんかほら、日光東照宮御鎮座400年とか書いてあるんだけど、なんかね、こう日光東照宮の記念のビールなんだね。これね、実は2週間ぐらい前に視聴者の方から送っていただいたものです。それでこれ、ビールは宅急便できたんですけど、その中にはね、こんなものも入ってました。これですよ、ほらね、この筆使い覚えてますでしょ。この絵うまいよね。この前は確かひな祭りだったかな。今回はほら、端午の節句。端午の節句っていうのは5月の5日、子供の日のことだよ。ね、ほら、こっち2号。それで、こっちほら、1号だよ。それで、川の反対側にいるの。これは、ニャゴラ。それで何？この辺なんか魚みたいな。これは私ってことですか？でもさ、すごいうまいよね。なんとも上手というか、もう、プロの域ですよ。それで、この絵と一緒にね、手紙も入ってたんですけど、それとは別にね、コニャゴラのご飯も入ってました。それで、コニャゴラのご飯の方はね、もう里親さんの方に届いてますので、ご安心ください。それで、このビール。このビールはこれから私がいただきますので、ご安心ください。ということでね、じゃあ、いただきます。
やっぱビールはいただき物に限るぜ。いやそれにしてもね、バスの塩焼きに冷たいビール最高だね。今日の晩酌も最高だったぜ。何？おいちょっと待て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 。え？今そこでコメント入れようとしてる君だよ。君まだ動画終わってないんだからさ、なんでコメント入れんの？ねえ、君が入れようとしているコメントの内容は分かっておる。当ててみようか。あと2匹のバスはどうしちゃったんだ？どうだ、当たっただろ。どうせそういうコメント入れる人がいると思ってな。だからよ、じゃ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 ーん。あとの2匹はこういうふうにね、フライにしましたよ。何しろよ、チベタイビールはもう一本あるのさ。ふ、なぜならば2本セットで送っていただいたからです。じゃあな、このフライも食ってみようじゃないの。このキューピータルタルソースをつけてな。これは私が買いました。近くのスーパーで買ってきたよ。走って買ってきましたよ。ね、じゃあこれをな、ブニーってな、ほらこうだよ、こういう風につけんだよ。ほら男のつけ方だろう。うわすげえな、なんかお好み焼きみたいになっちゃったけど、これでいいんだよ。じゃあな、こいつ行きますか。これだよ、ほら、うわすげえぞこれね。では行きます。これは美味しいよ。おいしい。とにかくね、このぐらいの大きさのバスは何にしても美味しいよ。このね、塩焼きもうまいが、バスのフライも捨てがたい。実にうまいです。それでは行きます。もうね、最高。ほらね、ビール2本あるんだよ。ちゃんと2本ね、これ日光東照宮の絵が描いたんでしょ。これ2本もらっちゃったんですよ。この方はちゃんと私がこの塩焼きとフライ両方食うから2本は必要だろうと、そう思って2本送ってくれたんだと思う。さすがだね。ありがとうございます。それでは私はこれからこのビール2本とバスのフライとバスの塩焼きで本日の晩酌の佳境に入りますので、視聴者の皆様とはここでお別れです。ごきげんよう。